中野区でレッスンでやってるっていうことをですね、皆さんに知っていただきたいなと思いまして、ギターレッスンやってまして、一応私こんな感じですけども、ちゃんと音楽学校でセンスもやってるんで。ねえ、やってなかったら例えば変なやつじゃないですか。そうですね、そこはもう皆さんご安心ください。ちゃんとしたとこで働いてるんですけど、一応ね、そうです。また個人でもやってまして、今回の動画はその個人でやってる部分の、まあ、募集ですよね。普段はね、池袋とかちょっと埼玉寄りのとこでレッスンはしてるんですけど、個人やってますよね、はい、そうです。住んでるのが中野区でして、僕がね、はい、でそこでちょっとまあ今回重点的に、はい、まあ、やろうかなと。まあ 理由はですね、まあ、電車乗るのがめんどくさいとそうですけど、そうレッスン内容はまあ、あまり固定はしてないですよ。あ、要はオーダーに答えるレッスン的な、はい、いいこと言いますね。え、オーダーに答えも皆様になんかこう添えるかのようなレッスン、はい、あとちょっとオリジナルで教材を作って、はい、お渡しするっていうパターンもありましてですね、ほんで今まで教材を作った内容っていうのが、まあ、ここにこのファイルにですね入ってましてですね、見ます、 X ファイル、 X ファイルですよ、見ます、開けましょうか、パッパラッパーンもうほんまうざい、うざいっしょ、見てください。まあこんな感じでオリジナルのタブ譜ですよね。おー、まあ一応ここに字汚いっすね、字汚いですけど、ここは後々パソコンになると思うんで、今はちょっとすごいタブ譜もついてる、タブ譜もついてます。しかもですね、タブ譜だけじゃなくて音源もついてます。ほんで、これは前の皆さんにデータでお渡したり、まあそのまま CD でお渡しするパターンもありますし、 あとね、これ一応なんていうんですかね、フレーズ自体はちゃんとした曲の中でフレーズ展開してるので、そのカラオケもついてるんで、まあなんかこういろいろ活用できる場面があると思うんですよね、そういう音源を使って、まあ、自分で練習したりとか。そうですね、これ創刊号は190円ですこれ190円ですか頑張りすぎでしょこれ。なんかあるじゃないですか、ディアゴスティーニみたいな。じゃないです、ね、全く違いますよ。興味があればこれを続ける、 ない方はちょっと違うパターンでいろいろカスタマイズしていくっていう感じなんですけども、まだどんどんこれからまたさらに作っていくんで。で、はい、レッスンをじゃあ申し込みたいって言ったらどうしたらいいんですか。はい、ですね、これ連絡いただければで、まあ、一応 YouTube の下のところにも書いてるんで、まあ、連絡いただきましてですね、まあ、一応まずは日程調整ですよね、何日行けますかと言って、ほんで僕の個人レッスンの場合なんですけど、場所を構えてないので、その絶対ここっていう場所じゃなくて、一応リハーサルスタジオ中野区周辺の、はい、そこを使ってるんで、ちょっと個人練習で前日予約になっちゃうんで、はい、ちょっと前日の10時頃に、まあ、大体の時間が決まるという感じなんで、はい、まあ、大体のこう時間といいますか、大体この時間が空いてるっていうのを言ってもらって、はい、でその中で僕がちょっと予約するというスタイルを取ってましてですね、はい、ちょっとこっちでね、調整しないとね。そう、調整しながら場所もちゃんと探すんで、はい、大体こう時間にはお答えできると思うんで、まあそこはご心配なく、まあ任せていただければ、まあ、もう僕はもうそこはもうお仕事なんでがっつりやりますんで、皆さんにもうご迷惑おかけしません料金ですよね、大事な教材とかもつきまして、のお値段、はい、まあ1時間ねそこははっきり言った方がいいっすよ、なんか分けありみたいな3000円をいただきまして、ね、あと一応レッスンにおけるスタジオ代もちょっとお客さんの方でいただきまして、それが大体2人で個人レッスンなんで1000円ぐらいですかね。だからまあ合計4000円前後、ちょっとスタジオ代は前後しちゃうんで、はい、まあそんな感じで、まあ、4000円ぐらいを目安に考えていただければ1時間ね。そうです、はい、まあてな感じで中野区でやってますんで、はい、まあ一応細かな詳細はね、まず一回ご連絡いただければ、はい、まあ、全然答えますので、はい、まあ、そこはもうご心配なく、本当にもう僕に任せてください。はい自信満々やったら、自信はね、はい、ちゃんと普段も学校でちゃんと教えたりして、こうなんか挙動不審な感じで出てないと思うんで学校ではどっしりしてるの、どっしりしますもう、はい、厳しい先生で有名だと思うんで、いや嘘です、ちゃんとやってますんで、まあ、楽しくねやりましょうっていうのはコンセプトなんで、はい、まああまりこうがっ
つがつこう殴ったりとかそういうのは全くしないんでそこはほんまに、はい、信じます。まあこのね、今後ともちょっとよろしくお願いします。お願いします。